じゃあ世界最大のトンボ、帝王ムカシヤンマ先輩から。帝王ムカシヤンマ、ムカシヤンマ科のトンボの一種。現生するトンボの中では最大の大きさになる。ほほほほ、君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。モルフォ鳥、北アメリカ南部から南アメリカにかけて80種ほどが生息する大型の鳥の仲間。え？本当に？俺のプレゼントが君に届くようにいろいろ考えてさ、奇跡の可能性を広げてたんだ。でもさ、本当に現実になるとは思ってなかったよ。見て見て、これアサギマダラの1000キロの旅を追いかけた本。アサギマダラ、鳥目タテハ鳥かマダラ鳥亜科に分類される鳥の一種。羽の模様が鮮やかな大型の鳥で、長距離を移動する。こっちはオオカバマダラの3500キロ。君はオオカバマダラ、鳥目タテハ鳥かマダラ鳥亜科に分類される鳥の一種。北アメリカでは渡り鳥のように渡りをする鳥として有名。あ、どれが気になる？なあ、君もこれか。うんうん、いいよ。これはゾウムシの写真集。どうぞ。ゾウムシ、昆虫高校虫目ゾウムシ科の昆虫の総称。全動物のうち種類が最も多い科で、世界中で約6万種、日本から600種が知られている。釣りはな、興味あるけど、餌がな。餌がどうした？生き餌のことじゃない？ゴカイとかブドウムシ。ゴカイ、関係動物モンタケコウいう材木。ゴカイ科に属する種類の総称、またはその中の一種。ブドウムシ、ブドウやエビヅルの枝の中を食い荒らすブドウスカシバというがの幼虫で、幼虫入りの枝を束ねて釣り具店で売られている。言うな、やめて。生きた餌のことだよ。ストップ、虫の話はもうやめろ。うわっ、なんだ、どうした？なんか虫っぽいのが目の前横切った。ここは熱帯雨林を再現しているからね、変わった昆虫もいっぱいいるよ。出よう。え、まだ来たばかりじゃん。七つ森に虫の話なんかするからだろう。いいな、あそこの赤い花とか変わってるじゃん、見てみようぜ。ああ、なんか嫌な予感がするけど。あの花はサラセニア。サラセニア、筒状の葉を持ち、それを虫を捕らえる落とし穴として使う食虫植物で、湿地に生える多年草である。見えて、実は食虫植物なんだ、葉っぱのところがね。やっぱり。悪い、七つ森。みんなで近くで見よう。